第五教種は、江戸時代中期の苦行。十一位右大臣。署名は、県清義。号は妙漢寺。御陽税天皇の団系四世子孫である。中御門天皇、桜町天皇、桃園天皇、御桜町天皇、御,皇御桃園天皇のご邸にも渡って使え、神は、十一位右大臣まで登った。父は、左大臣、第五冬広氏。 母は、津島府中藩主、総吉根の娘、お家。教法7年に助諭。以降、聖画家当主として早いスピードで昇進し、自重、左小野江中将を経て、教法14年には、13位となり、苦行に劣する。県中納言、東家世知恵外弁を経て、原文3年に、県大納言に補えされる。法歴4年に、右小野江大将。 右馬塚佐護官に任じられるも翌年に一度に飲食を、辞す。法歴十年には、十一位を授与された。安永七年には内大臣を閉ずして、右大臣に任じられるも、翌年に辞す。またこの年より下手ねと解明する。法歴元年、本家の一条家から、養子の拳順を迎えて、後目としていたが、同年に、実施の十0日が生誕。後を継いだ。 賢順もやがては創生し、当家がその後を継いでいる。第五家は、一条、明の子である、第五冬元を師匠とし、聖画家の一つであった。ありがとうございます。